3つ目のレベル1の魂はここ、ここはあのアークに行くときにこうずっと走っていって凍ったようなところになって、あの兄弟喧嘩してるこの辺りで、この辺りで兄弟喧嘩してるのかな。それ終わってすぐにあのバンディットがいっぱいいるところがあるんだけど、そこの上にあるらしいから、そこ行こう。ここだね、ここ。ここは、アークに行く途中だから、普通なんだっけ、ジャスパーと一緒に走るところかな。まあ、こんなもん集める人ないんだけど。あそこいるかな、敵。いたらいたで面白いか。対戦マン俺貼ってるんだ。うん。ああ、じゃあついでだから読んどくか。ねえ。サモン。お、出た出た。行こう行こう。いる？いないか。敵いないわ。ねえ、せっかく出てきたから活躍したいだろうに。ここね。行こう。お、ちゃんとついてきた。すごい。おいの召喚よりもちゃんとついてくる。ここで、昔は、商人が、ちゃんと、いたけど、今は交易所、交易してないよって話して、お、すごい。お前偉いね。これ？なんでお前そこにいんの、ベンジャミン。ベンジャミン結構神出鬼没。俺がワープしてないのに、たまにいるんだよね。そうそう、この凍ったところ今、こう通り過ぎてグッていくと、ここは兄弟喧嘩してるとこでしょ？いるかな？あ、仲良くしてる。熊とか虎とか行ったと思うけどな。行こうか。なんかさ、スチームでリスポーンしないんじゃないのとか言ってる人がいたけど、ここかもね。ここリスポーンしないね。いたじゃん。うわ。めっちゃ弱いんだね、ここの辺りの敵って。そりゃそうだ。最初に通るとこだもんね。ここか。これ終わるとすぐに、ここはリスポーンしてるんだろうな。あ、いない。あ、いたいた。戦うよ。お。戦ってみ。ジャスタースクラッチ。かすり傷だってよ。
死んじゃったな。ここは？ああ。OK。へえ、まあ、いらないからいいや。あ、ちょっと待って、誰か来た。これ全然何も関係ないな。上って言ってたから、ここの上かな。あ、ここにあの骸骨の召喚があったんだ。ちょっと待って、ここかな、もっと上かもしんない。ね、そうだよ、ロングボウよりも上だから、ハンティングロングボウ親切で置いてくれてあるんだよ。お、キノコ俺取ってない。あ、そうか、ここもやってた頃は必死だったから。結構あちらの一番上かも。ちょっと待って、えいでー、光ってないよな、何も光ってないよね。じゃあ行こう、こっちも光ってないからじゃあ向こう側だ。反対側の一番上じゃないかな。誰かいる？綺麗だよね。これがデュアルタワーって二つの塔っていうところ。どこだろう。一応ウィキを信じて来てるんだ。ここじゃね。なんかあったよ、いた。音がするって言うんだけど、俺全然わかんないんだよね。これで3つ目集めたんじゃない。ああ、3つ目、次は4つ目だよ。ここからうまくどっか行けるといいんだけど、行けないんだよなしょうがない。ということで3つ目は、違う、ここデュアルタワーの向こう側。次がね、多分オールドボーダーウォッチかな、なんか、あ、こっちだよ、オールドカスタムファシリティーズだから。あ、アークに行く途中でまだこれも行けちゃうわ。じゃあ行っちゃおうね。そうすると全部集まることになる。こっち戻んなきゃ。あ、こうか。よし、続きはまた後で。